フェンダーエスクワイヤーはフェンダーのエレクトリックギターである。エスクワイヤー、エスクワイヤーなどとカタカナで表記される場合もある。エスクワイヤーは1949年の秋頃にレオフェンダーによって試作され、テレキャスターの原型となった。量産初期ロットのボディは安価なパイン材で製作され、節目を隠すため黒色のラッカーで塗装が施された。1950年夏に ボディは高品質の圧ュ材に変更され、ブロンドのシースルート層となる。当初はネックにトラスロットが仕込まれていなかったが、ドンランド・オールラの震源により1950年10月からトラスロットが追加された。ネック背面のトラスロット用の溝は、通称スカンクストライプと呼ばれる、ウォルナット製の梅木で塞がれた。発表当初は1ピックアップ仕様と、 にピックアップ仕様が存在したが、1950年に2ピックアップ仕様のモデルがブロードキャスターに改名されたため、エスクワイヤーは1ピックアップ仕様のモデルのみに与えられる名称となった。1959年にはボディにカスタムテレキャスターと同様にバインディングが巻かれたエスクワイヤーカスタムが追加1970年まで製造された。 発表された当初は、雪かきシャベル、弦のついた板、パドル、ベンザのシートなどと酷評されていた。外観上は、ブロードキャスターとほぼ同じではあるが、最大の特徴は、トーンコントロールにある。現在まで流通しているテレキャスターは、一般的に2ピックアップ仕様で、3way ピック、アップセレクターで、ピックアップを選択し、トーンコントロールは、すべてのピックアップに、 有効なスペックに仕上げられている。それに対し、エスクワイヤーは、リアピックアップが一つのみのスペックであるため、搭載されている3ウェイセレクターの役割が異なり、内部に独自のトーン回路が内蔵されている。このスイッチは、リア側にすると、ピックアップの信号がバイパス状態になり、トーンロブを回しても一切の音色の変化がない。センターの位置にスイッチを動かすと、 トーンノブが効き、フェンダーのほとんどのエレクトリックギターと同じく左に回せば高音がカットされる回路が効くようになる。フロント側を選択すると、トーンノブの動きに関係なく、トーン0の状態になり、センター選択時のトーンノブを絞り切った時と、同様なハイカットサウンドになる。ちなみに1ピックアップ仕様のエスクワイヤーに、フロントピックアップを増設して使用しているミュージシャンも、おり、 その際には、一般的に蒸気のトーン回路を取り外し、通常のテレキャスターと同じスペックにしている。基本的にはボディがテレキャスターと共通で、ピックアップを取り付けるルーティングが施されているため、フロントピックアップの増設はそれほど難しくはない。1994年頃にダブルゼータトップのギタリスト、ビリー・ギボンズが、フェンダーに特注で製作してもらったエスクワイヤーの中に、 上記のトーン回路とは異なる。トーンはあるが3ウェイセレクターがないというスペックのモデル等などが挙げられるがあり、当時のアルバム、アンテナのレコーディングやプロモーションフィルム内で使用している。ありがとうございます。